皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画はね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、アンサングシンデレラでね、急性骨髄性白血病の患者さんがキーポイントになるお話の回やったんですけども、その患者さんの、ね、入院中に頑張ってる姿っていうのがね、その周りの人間の心をね、動かしていくというね、シーンがあったんですよ。まあドラマとはいえね、まあ人の心っていうのはやっぱり人が影響するんやなーとね、もう誰もが共感できるよなーってね、思ってながらね、見てたんですけどもね、実はね、もう一つね、いや二つか、ね、僕がね、わかるわー、めっちゃわかるわーって思うシーンが、ね、あったんですよ。それはですね、その白血病の子がね、その入院してからしばらくして初めてその病院の外に出るシーンがあったんです。このまま外に出て外の空気を吸っても大丈夫なんやろかとか、こう今置かれてる環境からね、外に出る時ってめっちゃ怖いんですよね。その時ってね、僕もね、体験したことがね、もちろんありまして、あの移植、これは移植する前の病院に入院してた頃なんですけども、まあそろそろ外に出て歩いてもいいかなみたいな感じの時だったんです。まあそれまでにはね、その院内っていうか、その病室から出て廊下をね、散歩して、体力をまあ落とさないようにという風にする、まあ軽いね、ウォーキングというか、まあ運動の代わりに廊下を、まあ、散歩したんですよ。でもまあなんか気持ち的に外に出たいなっていう風に、外気に触れたいなって思った時があったんですよ。まあ、もちろんね、その直射日光にあんま当たることはあんま良くないんで、抗がん剤中っていうのはちゃんと長袖してね、手袋もして帽子もかぶってマスクもして、タオルも首に巻いてっていうような状態で、車椅子を押しながら、自分で車椅子を押しながら、で横に看護師さんが一人ついてもらって、で中庭みたいなところがあったんですよ。僕が行ってた病院でもね、そこに出てこうゆっくりゆっくり外気に体を感じながら散歩してるのをね、すごい思い出して、もうそのね、出る瞬間ですよね、中庭にからここのドアが開かれて出る瞬間っていうのがすごいね、ドキドキしたなっていうのをね、あの分かるわーって思いましたね。そしてもう一つはですね、まあそれはね、まあ、同じ病気になったら僕だから分かるんですけども、その白血病の子が、病院の廊下を、まあ、とある理由でね、急いで走るシーンがあったんですよ。でその走り終えた後のリアクションに対してね、またね、分かるわーってね、こうついつい声が出てしまったんですよね。まあ普段ならね、そんなの廊下を入院中に走ることなんて、まああかんのですよ。まあちょっとそこに行きたいなってことに、ちょっと小走りするとか、あのエレベーターに乗りたい時に、あ、乗りまーすってパパパって走っていく時とかあるじゃないですか。もう、ああいうちょっとのこと、10メートルぐらいのことの感じで僕も体験したことがあったんですけども、その時に撮ったリアクションというか、まあ身に起こったことですよね。それにのシーンが流れて、うわ分かるわーと思ってね、すごい共感できたんですよ。まあ、そのシーンっていうのはどんなシーンかっていうのを説明するとね、もうネタバレになってしまうんで、もう言わんときますけども、もうすごいね、やっぱその病院でその、ね、白血病になって入院してる人たちの、まあ、あるあるじゃないけど、まあ実際自分もね、そういう風なことを経験したから分かるわーっていうことがあったんです。まあね、そのねシーンっていうのは、まあその、まあ、今回のドラマの内容的には、まあ、そこまでね深く関係していることじゃないんですけども、ね、なんかすごい細かいところまで演出してるなって感じでした。でそんなその子の役柄がですね、まあ最初にも言いましたけども、急性骨髄性白血病で、そっから、骨髄移植をして、退院してからまた何年か寛解をね維持したんですけども、再発してしまってね、再入院してるっていう状態だったんですよ。まあ、僕はまだまだ寛解を維持していて、まあ、再発は今のところないんですけども、その子がね、まあ、中学生の頃にね、まあ、初めて病気になって、入院した時のね心境のね、こう回想シーンっていうのとかね、大好きやったクラシックバレエを続けられなくなったこととかのね、まあ、細かい内容をね表現していてね、あ、やっぱりみんな入院したらね、まあ、最初は絶望感もあるし、抗がん剤は辛いしっていうのに似たような気持ちになってしまう
まうよなってね思いましたね。ただね、今僕がね入院中に体験した出来事と、まあ、違うところっていうのが、まあ、あるんですけども、それはどうかと言いますとですね、あんなに頻繁に薬剤師さんと話することはねなかったんですよね。っていうか、まあ、薬剤師さんとね会うことすら僕はなかったですわ。まあドラマやしね、まあそういうドラマやし、まあ原作は漫画やし、それにね病院によってもその方針が違うので、まあ、決してね全てが同じということではまずはないんですけども、まあ、でもねこれはね先週の放送でね、まあ昨日じゃなくてもう一つ前のね、放送になるんですけども、あのまあ、病気にね大きいも小さいもないという言葉がね出てきたんですよ。よくねそのコメントをね皆さんが寄せてもらってる中でね、その安の悩みね病気に比べたら私なんてというねたくさんねあの言葉をね寄せてくれるんですけど、皆さんね、でもまさにねこの病気に大きいも小さいもないという言葉をね、あの僕はその度にねコメントでねお返しさせてもらってます。どんな状況でもね、まあ、それぞれ何かしらね患っていたらですね、その瞬間ってねきついんですよ。まあ、リアルにね、その入院中にね、僕友達からね、お見舞いの電話をもらったことがありましてね、でその中の一人がね、この、まあ、彼はね、まあ、仕事中にですよ、脚立から落ちて、腰の骨を折って、ね、入院していた友達がいましてね、まあ、その子はね、まあ、入院は1ヶ月くらいもないぐらいやったんかな、まあ、すぐに退院しちゃったんですけども、まあ、その時にね、その子がね、いやー俺も最近入院したけど入院ってきついよな、俺は骨折で入院したけどヤスは重い病気やし俺となんか比べ物になれへんからほんま心配やわって言ってくれたんですけども、まあ、でも僕からしたらあのね腰の骨を折ったことない人間からしたらね、もうそれはもうものすごい壮絶な怪我やってね思うわけですよ。僕はね腰の骨折ったことないん でしかも入院せなあかんぐらいのことってもう大事じゃないですか。だから僕はね、いやいや俺は抗がん剤とな骨髄移植をして、あとはまあ病室寝てるだけで、まあ、だんだん回復していくし、いやいや、まあ、その時は自由に動き回ることができるからさ、でも君は腰の骨を折ってるから自由が効かないやないかと、腰の骨折の方が壮絶やで、めっちゃ精神的にもきついやろうからそっちの方がやっぱ心配やでって言ったらね、いやいやいやちゃうで、何言ってるん、ヤスの方が十分きついから、ヤスはそれを言ったらあかん人間やってって言い返してきたから、いや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 わざわざそんなん気使ってくれんでいいよ、腰の骨ってめっちゃ大事やって、いや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 だからちゃうってヤスの方が壮絶やねんってとね、まあ、謎の励まし合い合戦がねこう続いていましてね、あの今流行りのマウントの取り合いですよ。まあ普通ならね俺の方がすごいんやぞっていうその嫉妬心から生まれるアピールっていうのがマウントなんですけども、まあこのね場合はね、あなたの方がすごいよ、大事にしてあげたいよっていうそのなんか太鼓を持たせていただきますよという感じの逆マウントですよね。もうこうなったらね、だからねもうどちらか折れないとね終わらないんですよ、まあ、というのがありましてね、だからほんまにもう病気にね大きいも小さいもねないということをね言いたいんですよ。まあねその病気とか何らかのその形で、ね、入院というものをね体験したことある人間同士ではね、まあ、そのまあ友達とのね会話があったようにですね、まあ、人それぞれ違う場面で体験していることがありますので、まあ、比べなくてもいいと思うんです、まあ、そしてね結果的にはね先ほどの会話の中では、まあ、お互い励まし合っていることなんですよ。要はねだから、ね、励まされるのは誰でもありがたいことなんです。でね気持ちを共感し合えるっていうことはすごい大事なことなんです。それでね人は一人じゃないんだという気持ちになりますので、この僕のチャンネルを通してですねたくさんの人がそんな気持ちになって、たくさんの人同士が励まし合って、たくさんの人同士が気持ちを共感し合えるというねことをね、皆さんがね実行してもらえることをね願います。そんな感じでね今回はね病気に大きいも小さいもないというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。